皆さん、こんにちは、大地です。先日、公開でコーチングをしていたときに、クライアントお医者さんだったんですけど、その方がね、え10年後とかえ、こんな施設が作れたら本当に素晴らしいなぁというね、こう、夢を語ってくれていて、で、それをね、どんどん具体化していこうっていうシーンの中で、僕が使った質問がこれなんですね。他にもあと3人いるとしたら、これ何かっていうとね、 まあ要はこんな人たちに関わってもらってとかねでこんな人たちに使ってもらうこんな施設がいいんだみたいなことをいろいろと話してくれてたんですけどもっとアイディアを広げてみようと、えー、いうことだねでね結構半ば無理やりですけど他にもあと3人ねいるとしたらどんな人なんだろうでもっとこう工夫ができるねこんな人まで関わってくれるんだというような人があと3人関わってくれるとしたらそれは例えばどんな人とどんな人とどんな人なんだろうとかってやると一生懸命探すでしょ 絶対に手伝ってもらえると思ってなかったとか一緒にやれると思ってなかったけどこんな人が手伝ってくれたら最高だ例えばどんな人ですかはい 1, 目1人目はとかね2人目はとかね <laughs> でこういうふうにやることでやっぱりもっともっとでクライアントの中からねいろいろアイデアが出てくるんじゃないかなっていうことなんですよねで別にね 僕らコーチは無理やり付け加えさせたいわけではないんですよ。ただ、こうやってアイディアを広げてみた上で、改めてどうって、本当にどんな人と何やれたら最高なのっていうのをね、こう描いてみないと。人間ってどうしてもできそうなところとかね <laughs>。で、一旦こんな感じかなと思っちゃうと、それでね、進んでいったりすることがあるわけです。で、まあ、このケースも本人びっくりするような、あやっぱでもこういう人いてくれたら本当にいいな、ね、いうような人が出てきたりしたんですけど、でやっぱりね、この手の関わり、クライアントの意識をこうガッと拡張していくようなね。 で、関わりができるとといいいいんじゃないかなかうことですですこのね、他にも、あと3つとかね、あの3人とかっていうのは、かなり汎用的な質問でね、行動、ね、アクションプラン出すときもね、他にもあと3つ、<laughs> アイデアがあるとしたらとかね、リソース出すときもそうね、まだ気がついてない、まだ使えてないリソースがあと3つあるとしたら何でしょうとかっていうふうに言うとね、やっぱりクライアントは頑張って探しに行くので、 面白いいいものが出てくるんじゃないかなかととうことです是非、まあ、他には他にはもういいんですけどね大胆に数字も決めてね <laughs> 働きかけてみるっていうことも、えー、トライしてみてくださいということですそれではまたバイバイ。